アンヘル・ルイス・ロドリゲス・ディアスは、スペイン・サンタクルスでテネリフェ出身のプロサッカー選手。RCD マヨルカ所属。ポジションは、フォワード。地元クラブの CD とニリフェで、プロデビュー。レアル・マドリード・カスティジャ、CA オサスナのリザーブチームへのレンタルを経て2008、09シーズンに復帰。このシーズン、チームの核として7シーズンぶりとなる、トップリーグ復帰に貢献した。 2010年夏、セグンダディビジオンのエルチェ CF に移籍。2011年4月の s d エスカ戦で、ハットトリックを達成するなど、全公式戦で29ゴールを挙げたが、プレイオフで、レアルバヤドリードに敗れ昇格を逃した。2012年6月、レバンテ UD に移籍。しかし、出場機会が限られていたことから、2013年1月に、レンタルでフルス。 エルチェに復帰した。2013-14シーズン終了をもってレバンテとの契約を満了し、新たに昇格した SD エイバルと契約を結んだ。2015年7月、セグンダのレアルサラゴサに加入。2016から17シーズンはリーグ戦で自己最多の21ゴールを挙げたが、最終節のフルステネリフェ戦で意図的な敗北を狙っていると思わせるような発言を、 したため、クラブ側から契約延長交渉を打ち切ると通達された。最終的にサラゴサを退団し、ヘタフェ CF に加入。2021年7月2日、RCD マヨルカと2年契約を締結した。ありがとうございます。